ている逆転合格者のエピソードを教えてください。誰にしようかな、たくさんいるんやけど、一人思いつきました。 K 君っていう子がいて、その子は僕が武田塾京都校で校舎長をしてた時の生徒です。 K 君は11月に入塾して、たった3ヶ月勉強してセンター試験200点以上上げて神戸大学に合格したすごい芸術の持ち主なんだけど、 K 君が夜10時まで自習室で勉強してたの。で、僕も10時まで終わった、仕事終わったなと思って、ね、教室を閉めて家に帰ろうとしたら、ふと見たらね、マクドナルドで K 君がまだ自習してたのね。参考書勉強してたの。え、 K 君じゃんみたいな、どうしたのみたいな言うと、いや僕毎日終電までここで勉強してるんですよみたいな。みたいな、10時まで残って自習室で勉強するだけでも大変なのに、さらにその後終電までマクドでツイートで自習する、これはすごいなと思って、やっぱり案の定そういう子はね、神戸大学に受かっていってすげえな。で、その子はやっぱ一番印象に残ってる生徒ですね。